おお、あれか。心強いの。待ちわびたぞ。おお、よくぞ参られた。待たせてくれるわね。日焼けしちゃうじゃない。あなたは。素敵、ちゃんと援軍を呼んでくださったのね、金沢様。もちろんじゃ、ご少々。頼りにしてるわよ、お兄さん。おい、元近様。一条と大友の軍が攻め寄せてまいりました。すまんな、手間をかける。光秀。いえ、参りましょうか。四国の雄、長宗我部元親は土佐を統一、四国制覇に乗り出そうとしていた。その野望をくじくべく現れたのは、かつて土佐から追放した公家大名、一条兼定である。兼定は九州の大友家から橘家、高橋家の軍勢を借り受け、土佐を奪い返さんとした。元親は吉見を通じていた織田配下明智光秀と共に、土佐の安定のため兼定討伐に乗り出す。元親と兼定、将の優劣は明らか。だが謎の女小少将の存在が波乱を巻き起こす。四国の将、四万十川の戦い。ホム、いざ出陣なのじゃ。何者だ、お前は。わらわに何者かと問う、そっちこそ何者なのじゃ。こら、無礼ですよ。その方が長宗我部元親殿です。元親殿、娘の無礼ご容赦ください。船の積み荷に紛れて密航してきたらしく。わらわも父上のお役に立ちたいのじゃ。長宗我部、よろしく頼むのじゃ。長宗我部だ。元親でいい。戦は遊びではない。戦うつもりなら相応の覚悟をしてもらう。覚悟ならば船の積み荷に潜り込んだ時からとうに決めておるのじゃ。まったく困った子ですね。上等。元親殿、戦勝おめでとうございます。ところで一条兼定は。今頃は大友を頼って海に逃れていよう。彼を捕らえなくてもよかったのですか。奴はあの女に踊らされていたに過ぎ、もはや再び兵を挙げる気概など残ってはいまい。ホム、踊らされただけの一条は捕らえぬのか。元親は意外に優しいのじゃな。一条の再起がないならば土佐は安泰。元親殿、次はいよいよ。青、そしてサヌキ、簡単にはいかんだろうが、進む道は一つだ。はあ、四国制覇に向けて突き進むのじゃ。いえ、もう密航は許しません。はあ。一
一条兼定を退けた元親は晴れて土佐を統一、四国制覇に向け安房讃岐へと兵を進める。次なる敵はかつて畿内で権勢を振るいながら織田信長に駆逐された三好家の残党である。元親は織田からの援軍として光秀を再び迎え、旧祖と化した三好勢と対した。勝つのは旧勢力の最後の意地か、それとも長宗我部という新たなる波か。四国の将、阿散信仰。おせっかいだな。援軍を乞うた覚えはないが。信長様のご意向です。お気遣いなきよう。こたびの敵は信長様に追われた三好家の残党。かつては京で権勢を誇った強敵です。狩猟の曽郷正康も若年ながらなかなかの優勝とか。どうぞご油断なきよう。ふむ、油断大敵なのじゃ。光秀、また密航か。油断しました。お恥ずかしい限りです。ねえ、もし私を逃がしてくれるなら。貴様と取引をするつもりはない。この堅物ビー。元親殿、この女性の素性を思い出しました。かつて四国に牽制を振るった阿波守護殿の。やめてよ、私が誰かなんてどうでもいいでしょ。貴様に流れる孫騎の血が四国を欲するか。はあ、血が何か欲しがったりするわけないじゃない。四国を欲しいと思う理由なんて簡単よ。この大きな島が私のものになったら素敵でしょ。それだけの理由で男どもを手玉に取り、命を懸けた戦場に放り込んだというのか。そうよ、男なんて単純。ねえ、私を殺すんだったら早くして。日焼けしちゃうわ。失せろ。俺は四国の覇者となる。気に入らんなら抗ってみるがいい。あなたって本当理解できない。ああ、そちは確か援軍に来たくせに抹消にやられて活躍できなかった人じゃない。いや、それなりに活躍してただろう。俺は埼玉五一で、お前はなんで戦場に来たんだ。うむ、人に尋ねる前に自分のことを話すのが礼儀じゃ。埼玉とやらは何故戦っておるのじゃ。仕事さ、傭兵家業だからな。まあ、ダチの場合は損得なしで戦うこともあるが。ダチ？教えよ、ダチとは何じゃ。ああ、ダチったらダチだよ。損得なしに命を張って助け合えるような間柄っての。命を張ってか。なんだかすごいのじゃ。ならばわらわたちのため命を張って戦った才華はダチなのか。言ったろ、俺は傭兵だって。お仕事お仕事、完全な損得だよ。先立っては損得でも、これから損得でなければよい。わらわは才華のため損得抜きで命を張ろうぞ。ゆえにダチじゃ。おむ、簡単な理屈じゃ。たく、かなわねえな。以後孫一って呼べよ。その方がダチらしいだろ。はあ、
でよかろう。その方がもっとダチらしいぞ。よろしくな、マーゴ。